ご視聴いただいている皆様、こんにちは。ベーカーズチャンネルの内橋です。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、リクエストをいただきまして、それにお答えしたいと思います。本日いただいたリクエストは、低温長時間発酵で作るこねないコッペパン、これを作りたい、そしてこれを教えてほしいっていうリクエストがございました。やはりこねずに作るっていうのは非常に、ね、労力を低減抑えることができるので、非常におすすめの製法ですね。細かい部分は製パンの動画を見ていただいてから後半にねお話ししたいと思いますので、まずは製パンの工程の動画をご覧ください。こちらにはしっかりとポイント解説も入れておりますので、非常に分かりやすい動画になっていると思います。ではご覧ください。どうぞ。では本日も楽しくパンを作っていきましょう。私がですね、アフレコでポイント解説入れていきます。ですので、目で見ながら、そして耳で聞きながらですね、皆さんも確認してもらえますと、よりですね、分かりやすいと思いますので、一緒にですね、本日も楽しんでいきたいと思います。まずはじめに、ボウルの中に小麦粉、そして塩、酵母、お砂糖ですね、こちらを入れていただき、さっとかき混ぜます。そしてこの際ですね、本日は固めの生地になっておりますので、力の入りやすいカードを使用しております。やはりですね、スパチュラだったりヘラっていうのは柄が長いから、どうしてもね、手に負担、手首に負担がかかってしまい、怪我のですね、原因にもなります。ですので、少し固めの生地っていうのはこういうふうにね、力の入りやすいカードをですね、使用していただけますと私は良いかと思います。このように混ぜ終えてからですね、少し置いた生地は生地がですね、緩んでいる、それがね、わかると思います。こうすることによって生地のね、発酵を促すとともに生地に力を加えます。で、すぐにですね、やはり生地っていうのは冷蔵庫に入れてしまうと発酵がね、進まなくてムラができてしまうんですね。ですので、少し混ぜ終えてからですね、常温だったり30度ぐらいの酵母が動きやすい温度で少し生地を置くことによって、酵母を動かしてあげて、冷蔵庫低温でもですね、しっかりと酵母が動くようにします。そうするとですね、しっかり生地は発酵しますので、早く急ぎすぎて冷やすっていうよりも、少し休ませて酵母を動かしてから冷やしてあげる、そういったイメージをね、持っていただけますと分かりやすいかなと思います。こちらがですね、低温長時間発酵を終えた生地になっております。体積がですね、約2倍か、こちらがですね、発酵完了の目安になっております。ですが、低温長時間発酵ですので、発酵っていうのは非常にゆっくりです。ですので、体積の 1.9 から 2.1 倍かのですね、間はですね、許容範囲ですので、皆さんのですね、ご都合に合わせてこの作業へ進んでいただいて問題ありません。30分後とかでもね、生地は持ちますので、自分のね、ご自身のライフワークに合わせてですね、製パン作業を楽しく行ってください。そして工程は分割作業へと進んでおります。分割のポイントは、なるべく切る回数を少なくする、これにつきます。やはりたくさん切るっていうことは、生地を傷めるっていうことなんですね。ですので、初めですね、何等分か決めて、ざっとその等分にですね、カットしてしまいます。その後微調整することによって、回数を減らしたね、分割ができます。ですので、なるべく分割回数は少なくっていうことをですね、常に意識して作業してもらえますと良いと思いますし、生地もね、非常に優しいと思います。このコッペパンを作る上で難しいポイントが2つありまして、それはですね、仮丸めと成形です。やはりですね、生地の形を作るっていうのは非常にですね、簡単かと思うんですけれども、非常にね、奥が深く、そしてね、難しいんです。ただですね、生地を伸ばしたりするっていうわけではなくて、しっかりとですね、生地に力を与えて生地を張らしてあげる。で、生地を張らしてあげることによって、生地っていうのは綺麗に膨らみ、ボリュームが出てくるんですね。で、そのボリュームがソフト感につながるので、成形、そして仮丸め、こういった作業はとても大切になってきます。そして成形前に行うこの仮丸めなんですけども、成形、最終的にしたい形に近づけていきます。
で本日はですね少し長いコッペパン型にするので、この仮丸めの段階で丸型にするのではなく、このようにですねナマコ型にするっていうことが非常に大切になってきます。ではですね、本日も成形の時間がやってきました。成形はね難しいんですけど楽しいです。で初めはね正直難しいし、うまいこといかんなと思ってね顔も怖くなるんですけども、まずはね楽しみましょう。うん、で何回もやってたらいつかねできるようになるんで大丈夫です。初めは誰だってできないですし、今もね職人でこうバリバリやってる人も初めからうまいことできた人なんて本当にね天才やと思います。うん、0.1% いるかいないかだと思うので、自分ができないと思うんじゃなくて、みんな初めそうなんだって、で徐々に徐々に上手くなったんだっていう風にね思っていただければね、少しね気もですね紛れるのかなって思います。ですので楽しくやっていきましょうね。そんな中ですね、現在行っている方法は経験者向けのね成形方法になります。生地が発酵して生地の中にね大きいガスがあるので、まずそのガスを抜きながら形を整えます。そして上下から折り込み、そして最後に閉じます。で閉じた後にですね、どうしてもですね厚みにムラが出るので、生地を転がしながら厚みをですね均一にしてもらえると火の入り、そしてね見た目も非常に良くなりますので、ここがですね成形のポイントになっております。そして次に行うのが初心者向けの成形方法になります。先ほどと同じ要領にはなるんですけども、簡単にしております。まずですね大きいガスを抜き、生地を整えて上下から持ってきて、そこでですね生地を押さえます。そして両サイドから生地をつまむようにして閉じていきます。こうすることによってね生地がきれいに張ります。で閉じ目はですねしっかりと押さえてですねきれいにしていただき、そして厚みにねムラがあるところを手でね伸ばしていただくことによって厚みを均一にします。ではですねもう一度角度を変えて見ていきましょう。横から見るとですね分かりやすいっていうところもねあると思いますし、手の形っていうのがね非常に伝わりやすいと思います。でポイントとしてはですね、しっかりとこう生地を持ってきて押さえてとどめるっていうところですね。そして最後に両サイドから持ってきてつまみながら閉じていく、ここが大切です。上でつまむんじゃなくて、ちょっと生地を横から持ってきてつまむことによって生地っていうのが張るんですね。でこの張るっていう作業が先ほどお伝えしたボリュームへとつながっていきます。でボリュームが出るっていうことはソフト感が出てくるっていうところなんですね。ですのでしっかりと張らせながらつまんで閉じるっていうところが非常に大切になってきますし、ここさえ押さえておけばそれなりのパンになります。あとは練習あるのみです。そして成形が終わったパンはですね、鉄板に優しく、そしてね綺麗に並べて最終発酵を取ります。そしてその後焼成前の作業としてクープを入れます。クープを入れる際はですね、もう勢いよくパッとさっと迷わずに引いてください。ここでね迷いがあるとふにゃふにゃふにゃってなったりとかね、綺麗に入らない可能性があるので、もうこれって決めたら勢いよくさっと引いてあげる、これがねクープのポイントになっております。というわけで皆様お疲れ様でございました。あとはですねこの焼けていくパンの変化、そしてね匂いを嗅ぎながらね焼けるのを待つだけです。もうすぐね焼きたてのねふわふわのパンが食べれますし、味が落ち着いたらねサンドイッチにもしたらねもう最高だと思いますよ。いい香り、この香りがね部屋に充満する、もう幸せ空間、まさにですよね、至福の時でございます。はい、いかがだったでしょうか。リクエスト、ご要望通りですね、こねずに低温長時間発酵でソフトなコッペパン作りました。どうですか、いい感じにできていますでしょうか。まずレシピの解説をしていきたいと思います。レシピは非常にシンプルなコッペパンの配合ではあるんですけども、お砂糖と油脂の量ですねを減らしております。お砂糖がきび砂糖で 10%、 油脂はバターで 5% です。
本来であればお砂糖はね 20% ぐらい入っていて、油脂もね 15% ぐらい入ってます。でそうするとねちょっとパン自体がねくどくなっちゃうんですよね。うん、味を持ちすぎて。もちろんですねこのコッペパンこのまま食べても美味しいんですけども、コッペパンって基本的に何かを挟むパンっていうイメージが多いですし、そういう風にね使われる方も多いと思うんですね。ですのでパン自体が味をしっかり持ちすぎると挟んだ食材がね負けてしまう可能性があります。ですのでどんな食材、優しい食材を合わせた時でもこのコッペパンでサンドすることによってしっかりとですねバランスの取れたコッペパンのサンドが作れるようなこのコッペパンの配合にしてます。ここがポイントです。ですのでもうちょっとですね甘い、そして滑らかでバター感を出したいっていう人がおられましたら、それはですねそのお好みに合わせて例えばお砂糖を 15% だったりバター、油脂ですねを 10% にしていただいても問題はありません。そして次に工程の確認です。この工程がですねリクエストのご要望がありました低温長時間発酵でこねないっていう製法ですね。ですので工程を確認していただいてもお分かりだとは思うんですけれども、もちろんこねておりませんし、パンチをね1回挟んで生地をしっかりとつなげてあげる、そしてその後ですね低温長時間発酵冷蔵庫で発酵させております。ですので非常にこう融通の効くね製パンの方法になってます。うん、これがあると例えば今はできないけど30分も1時間後にできるっていう時にその許容の範囲内であればそこを遅らすことができるんです。ですので自分が空いた時間だいたい2時ぐらいとかだいたい3時ぐらいに成形したいって思ってる目安時間を置いといて、それに多少前後しても大丈夫。うん、そういった作り方なんですね。本来のストレート法とかこねる、そしてその1日で仕上げる生地だったらどん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 発酵してしまうのでそれはできないんです。そういったところがこの低温長時間発酵の本当にね大きなメリットの一つになっております。では早速いただきたいと思います。いただきます。こちらがですね焼けたパンになるんですけれども、先ほどですねこういった感じで1本で焼いたものを半分に割って、焼きたてはねその時に半分食べました。やはりですね焼きたてですので温かいですし、こうソフト感っていうのはありますね。ですがやはり味が馴染んでないのでパン自体の味っていうのはやっぱり弱いと思いました。ですのでこういうふうに約1時間ですね置いて熱が取れたパンは味が馴染んでるのでパンの味がねしっかりすると思います。うん、では失礼いたします。めっちゃいい匂い、めっちゃソフトですよ。うん、ごちそうさまでした。グッドです。やはりですねきび砂糖ですので優しい甘みがパンにありますし、 5% ねバター入れてますのでバターの滑らかさ、そしてバターのコクと風味っていうのがあり、非常に食べやすい。このまま食べると非常に素朴でとても美味しい。で何かと合わせても先ほどお伝えした通り絶対にこう強くなりすぎない、主張しきらないというパンになってます。ですので何かを挟んでいただいてもしっかりとバランスの取れるですねコッペパンに仕上がっていると思います。本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がよろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あとですねちなみに私ですね今回は低温長時間発酵で作るコッペパンだったんですけど、過去にですねこねずにその日当日のストレート法でパンチで作るコッペパン、ボール一つで、ね、仕上げていきます。こういったコッペパンの作り方の動画も実は過去に上げておりますので、概要欄にですねリンクを貼っておきますので、ぜひそちらから確認してみてください。本日はリクエストいただき本当にありがとうございました。これで良かったでしょうか。喜んでくださいますと幸いです。ではですねまた次の動画でお会いできますことを楽しみにしております。じゃあね、バイバイ。